玉アジサイは、アジサイかアジサイ属の一種の落葉低木。つぼみが休憩であることから名付けられた。日本の東北地方南部、関東地方、岐阜県までの中部地方、伊豆諸島、四国、九州、トカラ列島に分布する。山地の谷間や沢沿い、やや湿った、林園、道路の裏面などに自生する。落葉紅葉樹の低木で、高さ約1から2メートル程度になる。 葉や幹など全体に短毛が生えており、ザラつく。樹皮は開白色から茶褐色で成長するに従って薄く剥がれる。葉に葉平があり、枝に耐性し、葉は長さ10-21センチメートルの楕円型で先が尖る。肺は細かい巨子があり、葉の表面、リメントも短い毛が生え、触るとザラつく。夏季は8から9月。 とに包まれた球状のつぼみが開くと、泡紫色の両生花が多数現れ、その周囲に壁に4枚の白い装飾毛が囲む。装飾毛は大きさ 20-32mm で、両生花は大きさ2から 5mm あり、果序は直径 10-15cm である。つぼみの大きさは計 1.5cm、長さ 1.2cm 程度で、 開花に従い包んでいたつとは落ちる。産地で自生する場合、花は8、9月に咲くが、平地で栽培しているものは6、7月頃に咲き始める。実は熟すと咲ける。冬でも枯れ残った草食毛のついた果樹が残っている。塔がが輪に包まれた長さ6から8ミリメートルの蝶芽が枝先に一個付き、即蛾は蝶芽よりも小さく枝に耐性してつく。 ガリンは薄く、枝とともに荒い毛が多く生えている。ウガの下にある羊根は、V 字形から三角形で、遺ンタバコンが3から5個ある。アジサイ属マアジサイアセツアスパーバイカーマチャ属、プラティクレイターからなる系統に属し、その中でおそらく最初に分岐した。かつてタバコの代用品や混ぜ物として使われ、山タバコの別名がある。APG 体系やクローンキスト体系では、 アジサイカに分類されているが、古いエングラー体系では、雪の下かに分類されていた。ありがとうございます。